この間ビーズのライブに行かせていただいた時も楽屋に行かせていただいて、お二人とでも今まで一回しかお会いしたことなかったんですけど、もう感動しましたよ。ちょっとお話できてすっごいかっこよかったですみたいな。ねえ、なんかでも行くんやから、どうせやからなんか差し入れを持っていかなっていう感じになって、でちょっとリサーチしてくれたんですね、そのマネージャーさんが。そのいろんな方面に今どういうものが、稲葉さん松本さんがどういうものが今好きなのかみたいな感じで、でどうやら稲葉さんはこう有機野菜に凝ってはるっていう情報を手に入れたらしくて、で有機野菜セットみたいなのを買っていって、で稲葉さんお酒飲まない方らしいんで、で松本さんにはお酒を差し入れでっていう感じで買っていったんですけど、すいません本当にしょうもないもんなんですけども、一応調べさせていただきましてつって、よかったらって言ってパッて見たら、何これみたいな、あ有機野菜に凝ってるって聞いたんでつったら、あそっかそっか、俺ももうそんな年だもんねみたいな、好きちゃうやんめっちゃ気遣わしてしまって、で松本さんもなんかその稲葉さんがそこまで凝って、こう俺らが渡したもんやから松本さんもちょっと俺は何かなみたいな期待してくれてちょっとただのお酒やし、あやっぱ俺は酒かみたいな、もうね最悪な印象ですよ。誰やリサーチしちゃってただ今人任せにしたも悪いけど、もうちょっとあったやろっていうもうショックでしたよ。ちょっと謝りたいですわ。もし次また見に行かさせていただく機会があれば、自分でしっかりリサーチして差し入れを考えなくちゃいけないなと。でもまあ本当にいい方だったので、喜んでくださいましたけれども、そういうのって大事なんやなと思いましたよ。